サッカーを始めたのは5歳の頃で、きっかけは2002年の日韓ワールドカップが、あったので、それを兄と見ていて、兄がサッカーを始めたので、僕も同時にサッカーを始めました。とにかく負けず嫌いで、サッカー練習試合でも負けたらすぐ泣いてるので、すごく気が強くて負けず嫌いだったと思います。小学4年生の頃に、東京の区の大会で、負けてた時に、本当にすごく泣いていて、1時間ぐらい泣いていた試合が一番印象に残っています。小学校、中学校、高校で本当に辛いことや大変なことがたくさんあると思うんですけど、それでも諦めずに追いかけ続けることが一番大事だと思います。自分の夢に対して本当にまっすぐに、途中で辛いことや大変なこともたくさんあると思いますけど、諦めずに楽しんで夢を追いかけていってください。